デートナ USA はセガよりリリースされたレースゲームのシリーズである。主なラインナップは以下の通り、ストックカーレースをモデルとしている 3DCG で描写されたレースゲームである。タイトルのデートナとはストックカーレース上の最高峰的存在、デートナインターナショナルスピードウェイがある USA、フロリダ州デートナビーチをイメージしている。シリーズ第一弾は、 アーケードゲームで登場し、以降は、コンシューマーゲームでも発売されている。デートナ USA1994 年4月稼働のシリーズ第1弾。プロデューサーは、セガの名古屋ミノルう。3DCG アーケード基板であるモデル2の第1弾タイトルで、当時は、まだ珍しかった、テクスチャーマッピング付きのポリゴンを駆使。秒間60フレーム表示。筐体は、 バーチャレーシングから継承された反力、ステアリングシステムが採用されている。オープニングテーマ曲は、セガのサウンドクリエイター三つ吉武志治が、デイートーナーアート、デモ画面で熱唱するというものであった。敵車に追突して、ブレーキにできたりするといった豪快なゲーム性のほか、逆走を容認している点や VS 筐体での、通信対戦の乱入待ち同期のデモ画面にも遊びが、 見られ、デフォルメ化された、アザーカー等による動きも、当時のアーケードゲームとしては珍しかった。デートな USA の初期版はほとんど出回っておらず、幻のバージョンと称されることが多い。なお、大型筐体の特徴としては、以下共通部位があり、VS 筐体に至っては上部に乗せる、看板、内部に入るモニターや細かい化粧部材以外は、基本的には変わっておらず、 登場以来長きにわたり転用される。バーチャーレーシングと同じく VS 筐体4大通信時のライブモニタシステムは継承される。ライブモニタには 1PCB 入っており、8PCB 通信時は利用することができず、1台モニタを割り入れる場合は7人対戦までとなる。1995年4月1日発売。初の移植作だが、 サターンとモデルに基盤との性能差により、ポリゴンの表示カウントが少なく、テクスチャは荒く、秒間フレーム数もアーケードの半分以下となった。その一方で独自要素として、三つ吉武志修が歌う曲が増え、車種や隠し要素が詰め込まれている。レーシングコントローラにも対応。アーケードモードとサターンモードの二つのモードがあり、サターンモードではタイム制限がなく、 使用できる車が性能の高いものが増えている。コントローラーのボタン配置は3種類の設定から選べるほか自分でボタン操作を自由に設定できるエディット機能がある。隠し要素として通信対戦型 AC のマシンが性能とトランスミッション違いで登場したり作中背景キャラとして登場しているまで走行することができた。当時実際に 地方競馬所属の馬スーパー乙女が急車を抜け出し、高速道路を失踪するという事件が発生し、合わせて話題となった。1996年12月6日発売。セガサターン版の移植。BGM は CDDA。アーケード版やサウンドトラックと楽曲は同一だが、若干異なるアレンジになっている。1997年1月24日発売。 同期移植版、セガラリーチャンピオンシップで実装された、インタレース描画により、フレーム数を増やし、サターン独特のノンインタレース時のポリゴンの荒を、可能な範囲で、クーロシェーリング化し内容を一新、オリジナル要素を付加してリニューアル。レーシングコントローラー、マルチコントローラーに対応する。各種車種として、レートナという名前で初代のホーネットや、初代の s S 版に引き続き馬が登場する。 1997年11月21日発売サーキットエディションの移植さらにオリジナルコースを追加1998年7月稼働の続編基板にモデル3を使用最大で16台通信対戦ができるが後述するツインリンクモテギのイベント以外では16台通信を見ることはなく 現時点では最初で最後の10人超え対戦できるアーケードレースゲーム。関連商品としてサウンドトラック CD とオフィシャルガイドブックが発売された。新宿西口のスポーツランドというゲームセンターで大会が開催され攻略本の著者も参加。店頭にはファンによるホーネットのカラーリングを施したスバルアルシオーネ SVX も停車していた。ツインリンク。 モテギサーキットでは実際のナスカー開催に合わせて8台のツイン筐体を使用した16人対戦大会が行われた。コースは初級コースが使用され参加者には順位に応じてデイトナ USA2 のロゴの入ったキャップや T シャツが配られた。この時の優勝者は女性。同サーキットではこのイベントに合わせレーサーの練習走行や 一般人の体験道場用として所有していたストックカーをスコーピオのデザインへ変更し、イベント後もしばらく運用していたことがある。ナンバーは前作と同じく41になっている。1998年12月稼働。バランスの調整などを施した改良版。大きな変更点は、放熱クラシックが最初から選べるようになったこと。 中級上級初級をバイパス道路やトンネルでつなぎ全コースをノンストップで走るミックスコースの追加また一部グラフィックの変更が施されている車種選択時にブレーキを押しながら車を決定すると逆走モードになる設定の筐体もあり誰かが逆走だーと叫んでくる筐体の設定によりタイヤが垂れていったり ガソリンがなくなっていったり、大きなクラッシュがあれば、木旗が掲示され、フルコースコーションになり、隊列を整えてから再スタートするなどの、実際のレースさながらに、プレイできるものもある。2000年12月21日発売、第1作目の移植アルファー。開発は、元気がいった。操作性が、今までと比べ大幅に変わり、かなり滑りやすくなっている。タイヤの種類を選べたり、 台数を変えられるなどの追加要素もある。また、インターネットを通して通信対線や自分の走行データをアップロードすることもできた。ナ子の作品を機に、セガは米国ハズブロに権利を売却した模様である。2018年にハズブロが再び日本法人としてハズブロジャパン合同会社を設立し、ハズブロ商品の宝トミーからの販売を終了。 2020年4月1日に株式会社セガホールディングスは株式会社セガグループへ称号を変更した。2020年4月1日に株式会社セガゲームスは株式会社セガインタラクティブを吸収合併し5年ぶりに称号を株式会社セガに変更した。2021年4月1日付で コーポレート機能等の管理業務を会社分割を行った上で当該業務をセガサミーホールディングスが承継すると同時にセガグループはセガへ吸収合併され解散した。これにより本作におけるドリームキャスト版の共同提供はセガとハズブロジャパンが担当することになった。なお本作はピットインジタイヤ交換は片側2本のタイヤだけしか交換の描写がされない。 また、本作のみ、デートナ・ USA、サーキット・エディション及び、デートナ・ USA ・エボリューションとは異なり、単独でサウンドトラックは発売されていない。音源は2009年に発売された、歴代シリーズの音源をすべて収録した、レッツゴー、アウェイザ・ビデオ・ゲーム、デートナ・ USA ・アニバーサリー・ボックスに収録された。最初に選べるのは、以下の4車種であるが、 条件を満たすことでさらに6車種がアンロックされる。また、いずれのマシンも自分でカラーリングを3種類まで設定できる。調整は RGB 方式。コースはサーキットエディションで登場した5コースに DC 版オリジナルの3コースを追加した計八コースを走行可能。全コースにノーマル、リバース、ミラー、ミラーリバースの四タイプが選べ、そのうち 逆走を選んだ場合のみ、BGM が、純走時とは異なるアレンジで流れる仕様になっている。また、L トリガーと R トリガーを押しながら、スタートを選び、レディースジェントルメンスターというエンジンズの画面が、終わるまで押しっぱなしにすると、コースの時間帯を変更できる。コースの特徴については公式 HP より引用。2009年にセガレーシングクラシックというタイトルで、 都内のゲームセンターでロケーションテストを実施していた第1作目の HD リメイク作品。基盤にリンワイドを使用。このタイトルのリリース目的はデートな USA というタイトルの復刻のほか、欧米で今も稼働し続けている第1作目、2作目の筐体老朽化による安全面の対策。 製造部品の打ち切りよるアフターサービス対応が困難になってきたことによるリプレースであると思われる。実際の販売は欧米のみとなっており、日本では上記のロケーションテスト時のみしか日の目を浴びることがなかった。ゲーム自体はデートナそのものであるがタイトルにデートナという名称を用いなかった理由は当時のライセンス上の問題のためで、それ、 一部のコースと使用された BGM の一部歌詞も削除されていた。2011年にはデイトネ USA2001 以来から約11年ぶりに家庭用に移植された HD リメイク版が10月26日に PS3、PS Xbox360 で DL 版限定で発売された。ゲーム内容はセガレーシングクラシックと同じだがモデル2版と変わらないグラフィックで 家庭用計移植されたのは、これが初めて。レーティングは0ロ、A。PS3、Xbox 360版オリジナル要素として、カラオケモード、制限時間内にどれだけ走りきれるかを競う、サバイバルモード、様々な課題に挑戦する、チャレンジモードが追加された。また、PlayStation Network、Xbox Live を利用して、ランキングや通信対戦が可能。 2016年11月、英国セガアミューズメントが、アメリカのアミューズメント展示賞、イヤーパーアトラクションズエキスポ2016に出展。初代をベースとしたリマスター版のニュアンスを押し出したものになっている。初代のリメイク3コースと実在のデートナインターナショナルスピードウェイを含む、新規3コースの計6コースが収録されている。2017年6月頃より海外で出荷。 稼働開始。2020年12月現在、日本では展開されていない。また、2018年7月11日には、音楽ゲーム、マイマイミルックプラスに、同作バージョンの、レッツゴーアウェイが追加された。下記は、いわゆる、ウェブヨタク系サービスで非公式にアーカイブされた状態のため、閲覧注意。ありがとうございます。